バーバー研究所、あつとちよちです。じっちゃんです。ねえねえよっち、私が大好きなものってなんだか知ってる？ハンバーグ。あー、まあ好きなんだけど、それじゃないんだよ。じゃあチーズとか？あー、それも大好きなんだけど違うの。なんだろうな。私が大好きなのはポテトです。ポテト、ポテト本当大好きなの。あ、そうなんだ。だから今回はね、ポテト1枚目食べたいと思います。イエーイ、よいしょ。とりあえずね、M サイズを10個買ってきました。やばいじゃん。ちなみにこれで2800円です。持つ？大丈夫でしょ。だって私ポテト大好きだよ。何くらいあるの？いつも私 L サイズを、もうペロッと、ペロッと1個でしょ。ペロッといっちゃう。1個ぐらいはペロッといけるんだよ、誰でも多分。いやー、でも10個でも結構すごいね。はあ、すごいな。でも1個何本か数えたら。あ、確かに。じゃあ数えたら食べようかね。そうだね。そうかもね。じゃあ食べましょうか。食べましょう。はい、いただきます。じゃあいただきます。1、5、うまっ。うまい。5だよ。あ、一緒に食べるの？6。でもなんかいけそうな気がする、全然。今はね、今はね。何だったっけ。16、これさ、人によって違うから入れ方。なるほどね。こうめっちゃ尖って入れる人もいるし、え、なに、太っ腹にってこと？そう。あー、ゆっちゃんは何派だった？めっちゃ適当。あ、もうこれマックのね、人みたいなね。俺あんましなかった、ポテト。ポテトあんましなかった。ハンバーガーの人が。そう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 。70。大体70だね、じゃあ。せーの、完食しました。2個だから、140本ぐらい食べた。で、ちょっと今1個食べて思ったんだけど、いや、でもちょっともうちょっと頑張りたいからさ、ちょっと私さ、つけちゃおうかなって。そんな用意してた？え、朝日さん？あ？朝日さん？あ？あ、朝日さん？いやー、頑張れるそれ。すごーい。ちょっと、え、今呼んでもいいですか？はい、ではお呼びします。はい、 N チャンネルのゆめみとりょうけんです。イエーイ、こんにちは。よろしくー。はい、みなさんこんにちは、ゆめみんです。なるべ、りょうけんです。よろしくー。ということで、この二人にね、協力してもらいたいと思います。ポテト好きですか、二人は？大好きです。ポテトめっちゃ好きです。これあれだよ、調味料あるから。あ、そうですね。いいですか？私、超絶なケチャラなんですよ。ケチャラ。あ、そうなんだ。ずっと好きなんですよね。ケチャップ大好き。マックのポテトに2個使いますね、大体。やっば。おい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 、もうお腹いっぱいです。ほら、ダメ、全然まだ。ただ私ポテトすごい大好きなのに嫌いになっちゃうもん、その食べたら。知らねえよ。これ待って、序盤だよこれ。じっちゃん、じっちゃんです。始まったばっかです。いや、絶対りょうけんです。りょうけんに言われたことない。だってなんかすごい始まったばっかです。まだ始まったばっかです。すみません、絶対りょうけんに食べて。りょうけんには言われた。僕も結構、一応たくさん食べた。よっさんよりたくさん食べた。おいおいおい、どういうことだ。俺は夢見せたら全然食べてる。てか一番食べてる。いや、私よっさん食べてる。おお、なんだ。いや、だってもうほら、途中で企画を変えちゃいけないっていうルールないし。もうだって別にいいんだよ。これ最初1枚ポテトって言ったけどね、やっぱその…あ、強引に行く。マック M サイズには何本入ってるか数えてみたっていうところでもいいんだよ。検証終わるじゃん。やっぱ柔軟に考えていかない。強引だな。でもほら、サムネでは2人だからさ、2人で1000本食べたって言ったらすごい。すごいってなる？なると思う。楽しいよ。よいしょ、お待たせしました。追加で4つ買ってきました。何？なんかポテトの線見えた。氷になるのかと思った。あー、わかる。魔法の水じゃないですか。
ったらもう自分のテリトリーのやつを食べるだけっすね。このぐらい、もう自分のテリトリー一人半分ぐらい、一人半分ぐらいです、はい、はい。私たちは数々の試練を乗り越えてきたじゃない。どんな辛い時だって私たち二人で頑張ってきたじゃない。パフェの時だって、あれマジ吐きそうだ辛いラーメンの時だって、あれも死んだ。でも巨大ラーメンは食べきったじゃない。スープ以外はね、うん、私たちだったらできるわよ。思い出したら腹いっぱいになってきちゃう。数えながら食べてたから、結構余裕ありましたもんね、最初。ほうが、はい、お、完食っすか。一口、はい、イエーイ、完食。はい、抜きました。僕あともうちょっとですよ。お、あと3本です。お、お、あと2本、あと1本。あ、あ、両家に負けるんだ。あ、両家に負けるんだ、よっち。あ、よっち両家に負けるんだ。いただきます。完食しました。いった、イエーイ、はい、ということでね、マックのポテト1000本食べました。いやー、本当二人ともありがとうございます。本当にいやー、もうとんでもない、ありがとうございました。いやー、もう二人がいたから絶対に食べきれます。もともとはね、1万円っていう企画だったんですけど、やっぱりね、あの1000本っていうことにね、鮮度がすごい、ね、鮮度がすごい、ね、すごくないか。でもすごい楽しかったです。あ、よかったです。いろいろお話できてよかった。あ、そうですね、確かに、もうあんま食べれないのかなと思ってたんですけど、うん、予想以上に結構食べれたんで。もうそうね、思ったよりはね、思ったよりちゃんとやっぱこうみんなでこう完食してまあよかったなって思いました。そうだね、ちゃんとね、やっぱ達成感ね、達成感がありました。でも残したらね、ちょっとあっていう感じになっちゃうね。あ、残しちゃったかってなっちゃうんですけど。そう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 。はい、ということでね、まあ私がね、ポテト好きだからやろうって言ったんだけど、まあなんか一つでいいかな。何でも一つがいいんだよ、そう、でもそういう大切なことは気づけた、私は。あー、なるほどね。この企画を通して一つのものが大切だって。そう、私は一つ大人になりました。はい、ということでね、皆さんもね、そのなんか一つの大切さを知りたい時には、まああの1000本チャレンジやってみてください。それではこの動画が面白かったら高評価やコメントよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。またねー、またねー、バイバーイ。チャンネル登録はこちらから。 Twitter、Instagram をチェックしてみてね。また翻訳のご協力もよろしく。